こんばんは。小沼さん、こんばんは。やほやほ。ZAKCKTJ11.143 ほらありがとうございます。ヤッピー、ヤッホー、ゆうきさん久しぶりです。こんばんは。こんばんは。ヤッホヤッホー。こんばんは。こんばんは、心のラブ、ありがとう。こんばんは。なおさん、こんばんは。メガアップです。たきおさん、バッチコーにありがとうございます。今回の特典は、見にくいんですけどね、このコスプレの衣装になってます。楽しみに。So cute, thank you。 こんばんは。かわいい、ありがとうございます。こんばんは。ほらありがとう。インスタもやってるのでね、よかったらインスタも来てみてください。こんばんは。0806アンダーバーゆうとさん、バチコにありがとうございます。けんちゃんプラス07033、バチコにありがとう。やほやほ。ほらありがとう。たきおさん、バチコにありがとうございます。警察官コスプレいいね、ありがとう。かわいいよねこの服。0806アンダーバーゆうとさん、バッチおさらにこにありがとう。なおさんありがとう。こんにちは。インスタライブってしますか？インスタライブしてます。今ナウでしてます。ぜひ来てみてください。こんばんは。0806アンダーバーゆうとさん、バッチおさらにこにありがとうございます。参考購入するためね、プロフィール写真が光って表示されますので、よかったらコメントしてください。なおさん、バッチおさらにこにありがとうございます。フォローありがとう。今日はね、たくさんプレゼントが届いてるんで開封していきたいと思います。 1,2,3,4,5,6,7,8 箱が届いてますので、一個ずつ開封していきたいと思います。まずはちっちゃいのから。コロありがとう。今日もめっちゃ可愛いよ。コロありがとう。何歳ですか？可愛いです、ありがとうございます。年齢はね、非公開になってます。警察官になれると確信した。マジですか？なれるかな私でも。赤のやつ入ってました。ゆきさん、バチコにありがとうございます。ありがとう。でね、このプレゼント開けていきたいと思います。なるほど、開けますね。これ結構私欲しかった。カバンとかにつけたら可愛いかなと思ってた。はい、じゃん。なんだかわかるかな。GRY83 バーチコにありがとう。これは前髪クリップってやつですね。じゃん。ここにこうやってつけるやつ、可愛くない？これ見つけて一目惚れして入れてました。可愛い。ちょっと待ってね、どれかつけよう。これつけよう。見にくいな、ここにつけたら。オッケーオッケー。小沼さん、バチコにありがとう。心やっぱり可愛いわ、ありがとう。
ば。次の箱を開けていきたいと思います。ちょっと重め。ほらありがとう。よいしょ。やば、硬すぎて段ボールがちぎれた。やつです。はい、なるほどなるほど。かわいいこの色。かわいい、ありがとう。アッキーさん、バチコーにありがとうございます。こんばんは。名前ココロンだ、すごー、ありがとう。じゃあ2個目のプレゼント、3人ズドン。あ、これあれだ。私がずっと欲しかったやつですね。これはKYUBERAY さん、バチコにありがとう。見て見て、エクストララージのパーカーです。やば、嬉しい、ありがとうございます。じゃん、可愛くない？めっちゃ可愛い、ありがとうございます。めっちゃ欲しかったやつです、これ。可愛い、ありがとう。マジで嬉しい、やばいね。よいしょ、可愛いね。こんばんは。でかゆ。じゃあ次、よいしょ。はいはいはい、これもそこそこ大きい箱。似合いそう、ありがとう。色もバックプリントも可愛いね。ね、ですよね。めっちゃ嬉しそう。いい色、めっちゃ嬉しいです、ありがとうございます。ありがとうございます。いつもの天岐阜ですね。こんばんは、ありがとうございます。箱型のね、天岐阜ですね。これかわいい。次、ピンクの箱開けたいと思います。なるほど、よいしょ。3、2、1、じゃん、箱だ。書いてある、加湿器。よいしょ、加湿器をもらいました。超音波加湿器です。あの、私部屋で寝てて、自分の最近朝起きたら喉がめっちゃ痛いんですよ、乾燥で。今日もあんま喉の調子良くないんだけど、だから加湿器が欲しいなと思って、自分の部屋にと思って入れてました。ありがとうございます。あ、ハートいくつですか？ハートが1個で1日、ハートが2個で2日、ハート最大7個までになってます。どうやって開けるんだろう、これ。よいしょ、出てきた出てきた。
丸型の加湿器ですね。これはこんな感じだ。もらいました、ありがとうございます。結構ちょうどいいサイズかも。え、すげえすげえ、やば。これを後で部屋にセットしときます。ありがとうございます。よいしょ。急に乾燥してきたよね。ですよね、マジでやばいです。唇もカッサカサ。まるまるポップさん、バチコにありがとうございます。今の季節に加湿器はいいねですね。頭についてるものは何ですか。これね、バッチみたいなやつです。こういうヘアピンみたいなやつですね。もらいました、さっき。まるまるポップさん、こんばんは。結構大きいやつ、一番大きいかもしれない。開けたいと思います。よいしょ。うわ、大きいね。開けます。よいしょ、開けるな。めっちゃでかいです。なんだろうこれ、めっちゃでかいですね。豪快に開けるのが心、そうです、私ですね。それが見どころポイントです。なるほど、そりゃ大きいわけだ。ウィーゴーって書いてある。でか、マジででかいです。じゃあ、きますさんに、いっちゃん。まだ見えないね。どうしよう、どうしよう。よいしょ、じゃじゃーん、ロングブーツいただきました。ありがとうございます。やば、冬といったらね、やっぱね、ブーツでしょって感じで、ロングブーツ入れてました。ありがとうございます。いいね、いいね。よいしょ。意外と重たくないです。靴なんで。これね、履きたいと思います。やば、かわいいね、このブーツ。かわいい。よいしょ。次。あと、1、2、3、4。これ含めてあと4つです。行きたいと思います。ウィゴー、そう、ウィゴー、ウィゴーマジで良き、なんでもある。開き方ミスった。よいしょ。目の箱もらいました。なんだろうこれ、なるほど、なるほど、これは結構欲しかったやつですね。膝上までかな、さっきのロングブーツはここら辺までです。膝下、膝かかるぐらいですね。よし、じゃあ開けます。3、2、1。321って言いながらできなかった。いきます。321、じゃん。鹿です。鹿、鹿カプセルマスクってやつですね。これは鹿のこれをこう塗ってやるやつです。緑になるやつ、顔がパックです。
ありがとうございます。これ結構いいんですよ、めっちゃ肌によく効くやつです。ありがとうございます。どうやって開けるんだろう。裏にテープが貼ってあるんだ。よいしょ。こういうやつですね。ドンキとかでよく売ってるやつです。200円ぐらいで。ありがとうございます。これ使いたいと思います。じゃあ次、あと3つ。よいしょ。これいけます。す前にもシカコスメ使ってたよね。そうなんです、私結構シカ好きなんです。お肌にいいんですよ、シカ。ファンデーションとかめっちゃいいんですよ。洗顔も前、今は違うけど前シカ使ってました。ほんまに良きなんでおすすめです。初めての色かも。初めてかな、あんま見ない色ですね、紫。初めてじゃないかも。え、なんだろうこれ。シカコスメ、そう、シカコスメです。シカです。でもシカって言うけど動物はシカじゃなくてトラなんです。トラ、そこも可愛いですよね。シカっていう草なのかな、エキスなのかな、そういうやつだね。321ちゃん、これはあれだ、結構欲しかったやつ前から。じゃん、よっしゃ。これはニット帽ですね。ありがとうございます。こうやってかぶるやつ、ありがとうございます。めっちゃかわいい、この色がいいね。ありがとうございます。金木圭さんはチコにありがとうございます。今回の特典はねドレスになってます。これのねドレスです。お楽しみに。めっちゃ可愛いニット帽ね。めっちゃ可愛いですよね、ニット帽最高。このサッシャーのニット帽にするかラージのニット帽にするか迷ったんですよ。でもラージのニット帽がなんか入らなくって、欲しいものリストに。なんだよね、こっちのやつにしました。次、なんか長細いのですね。なんか地味に隙間がある。なんだろうこれ。初見です、はじめまして、見てくれてありがとう。よかったらねインスタ来てみてください。かわいい、ありがとう。めっちゃ綺麗に開けれる、気持ちいい。こんばんは。これはね、わかんな。これはなん、ロングノズル。わかんないもの届いてますね。これ多分ママのものですね。はい、紛れ込んでました。まあなんかそれっぽいなと思ったんですよね。反応的に。これは置いときます。ラスト1個の。やつになりますね。次、逮捕してください。逮捕はできないですね、私にそんな権限はないですね。ニット帽これから必須だね、本当に必須ですよ。 RAIN_08303 バチコにありがとう。ありがとう。ママ逮捕ですね、本当にママ逮捕です。逮捕したいですね。次、かわいい箱が届いてます。よいしょ、じゃん。やばくない？初めて見た。生き物係って書いてある。え、これプリキュアじゃない？この絵プリキュアの絵だ。嬉しくてときめき。
ニューシングル。なんか可愛い箱ですね。スイッチみたい。こんばんは。開封終わったらライブ終わりですか？開封終わってちょっと喋ったらライブおしまいです。インスタフォローした。ありがとうございます。こんばんは。ありがたいね、インスタフォローしてくれるの。全然怒ってないです。全然。ラストはピンクの袋に入ってます。月が落ちた。ここにつけたらセーラームーンみたいになるね。よいしょ。なんだろう、これは想像できないな。かわいすぎ。ふう、ありがとう。嬉しいね。まずラストのプレゼント、321ちゃん。かわいいやつだこれ。これはね、キツネ教師クリアストーンのおなじみのクリアストーンのね、コスプレですね。私キツネ好きなんで入れてたんですよ、このコスプレ。ありがとうございます。かわいい。やあかわいい人、やあかわいい人って、ありがとう。かわいい、嬉しいね。かわいくない、この教師キツネ。耳めっちゃかわいいんだけど。ちょっと開けてみるね。たくさんプレゼントあるね。ココロンかわいいからな。え、本当にありがたいです、プレゼント。ほんまに大事にします。なるほど、なるほど、こうやってつけるやつだ。かわいくない、この耳。めっちゃかわいいんだけど。やば、アゲなんだけど。ありがとうございます。リキさん、バチコにありがとうございます。いつもありがとうね。ヨシスケさん、ありがとう。バチ購入。トゥルトゥルルルトゥトゥトゥ。このキツネマジでかわいいね。尻尾もあるんだよ、尻尾。尻尾取り外しできるやつなのかな。鼻歌は愛子さん、大正解です。ボーイフレンドですね。尻尾だ、かわいい。え、ポリスにつけてもかわいくない、この尻尾。やばー、切るの楽しみ。ハロウィンだからね。よいしょ、ありがとうございます。キツネなの、キツネです。私めっちゃキツネ好きなんでこれ入れてました。今度そのコスプレ見せね、見せます。耳だけでもめっちゃ可愛いですよね。めっちゃ可愛い。ちょっとこれ開けていこう。ゆしすけさん、バッチをさらにこにありがとう。どうやってつけよう。 TikTok10 万人、インスタ7万人、おめでとう。ありがとう。やば、え、ケーキもらいました。ママが TikTok 祝10万人、インスタ祝7万人、ありがとうございます。やば、やばない、ケーキもらっちゃった。え、みんなフォローありがとう。ケーキもらいました。やばやば、やば、ケーキもらっちゃう。ケーキだ、ケーキもらいました。やば、やばしか出てこんなんだけど、びっくりすぎて。美味しそうね、美味しそう。いちごが好き私。おめでとう、おめでとう。みんなありがとう。みんなのおかげでね、たくさんファン増えて TikTok は10万人、インスタ7万人行きました。ありがとうございます。
やば、私さっきケーキ食べたんだよね。友達がさケーキ、チョコレートケーキ作って持ってきてくれてケーキ食べてたの。またケーキ食べれる、やったね。7万人すごいね、皆さんのおかげです。心おめでとう、ありがとうございます。なおさんおめでとう、ありがとう。ケーキもらいました。やば、いちご食べたい。この花とか食べれるのかな。ちょっといちごもらいます、1個。いちじくも乗ってるんだけど、やば。いただきます。うまい、やば、いちごだ。マジでいちご好き。ハートミーありがとう。突然のママのプレゼントは最高だね、おめでとう。いや本当に最高です、ありがとう。本当にインスタもっと大きくなってほしい。頑張って大きくするんで、皆さんもね応援よろしくお願いします。皆さんのね応援が必須なんで、一緒に盛り上げていきましょう。やばいねケーキ。ちょっとイチジク食べたいけど、どうしよう、食べよう。やばくない、イチジク乗ってるケーキとかあんまなくない。やばいやばい、うまっ、最高だ、ありがとうございます。よいしょ、置いとこう。パク、マジで美味しい。ケーキにイチジク乗ってることってある？あんまなくない？初めて見たかも。スクショタイムお願いします。このこれだけ？ケーキもいる？一応ケーキも入れとこうか、食べたけど。いきます、3、2、1。こんな感じ？じゃあケーキなしでいくよ。3、2、1。OK？ こんな感じいいですか？撮れましたか？これからも応援するからありがとうございます。お願いします。いちじくは珍しいですよね。私、いちじくめっちゃ好きなんですよ。いちごも好きだけど。いちごが一番好き。で、5番目ぐらいにいちじくが好き。2番なんだろう？フルーツでしょ？ブルーベリーとかかな。ブルーベリーも乗ってるんだけど、好きなもの全部乗ってました。美味しいとこ行った。いやマジで美味しいです。やば、可愛いね、ありがとう。心一途だからね、ありがとう。これからもよろしくね。やば、このキツネも可愛い。何してたんだっけ。そうだそうだ、これをつけようとしてたんだ。どうやどうや、騒がしくなるかも。川田なんだけど、やば、騒がしいね。じゃあね、今日は30分になるんでライブおしまいにしたいと思います。見てくれた人、ハートしてくれた人、コメントしてくれた人ありがとうございます。バチ購入してくれた人もねありがとうございます。今回の特典はこれのねドレスになってますので、お楽しみに。ってことでまたね、みんなバイバイ、ありがとう。